こんにちは、こんばんはかもしれませんが、3月の本当に忙しい時にたくさんお集まりいただきましてありがとうございました。この兄弟おもろトーク、今日で7回目を迎えます。2年間にわたって7回開催してまいりました。今日が、打ち止めとなります。千秋楽ですね。これまで7回本当に面白いタイトルをつけてやってきました。1年目はですね、兄弟解体とかちょっと物騒な題もつけさせていただいて、で、いろんな本当にこう今世界で活躍されている変な人をお呼びして、アートとは何か、もっと根本から裏返って考えてみようやないかという覚悟へのもとに始まりました。でその中でやっぱり私が知りたかったのはですね、世間一般に芸術とかアートとか言われているものってどういう広がりを持ってるんだろうか、どういう奥行きを持ってるんだろうかっていうことなんです。先日金沢のですね21世紀美術館に行ってて、そこにアートとデザインの違いっていう展示があって、これも面白かったんですが、ここでは定義してます。デザインというのは製品、何度でも同じものを繰り返すことができるようなもの、アートっていうのは一回限りのものなんですね。でまさにその定義は確信をついてると思うんですが、じゃあ一回限りのものってどんなものなんだろうか。で我々はですね、そういうものに日々出会いながら生きて、いろんな発想をそこからもらっているし、アートの中でいくつかのメッセージを我々はそれぞれに受け取っているはずです。それが日々の生活だけでなくて、その私たちの未来を作るために大いに力を発揮してるんだと思うんですが、その力の源っていうのをどっかで見出したいという思いがありました。で本日はですね、芸術と毒の微妙な関係という題で、やります。で毒っていうのはですね、私はアートっていうのはメッセージだと思ってるんですけれど、とりわけですねメッセージの中に自己主張っていうのがあるんだと思う。でそれを考えていくと、例えばその中に美しいものだけじゃないだろう、非常に強烈なインパクトのあるかなりネガティブな、メッセージもそこに含まれているはずだ。例えば豹の毛皮を着ますよね、特に女性が喜んで着ますよね。あれってやっぱ怖いイメージなんですよ。豹って肉食動物ですから。あるいは蛇腹の蛇の模様のついた財布を手に持って、ああ美しいなって言ってますよね。あれも私たち動物学をやってる人間からすれば、いやこんなものを持ってええんかいなと思うような気がするようなネガティブなイメージを反転させて、これええやろって言ってるわけですよね。でそういう発想が人間の中には、我々の世界の中には満ち満ちている。で今日は毒っていうことをあえてつけさせていただいたのは、いろんな意味があります。出口で毒なのか、入り口で毒なのか、そして毒っていうものの性質を利用してるのか、それとも影響されてるのか、いろんなタイプの毒っていう概念があると思います。そこを大変難しいお題だとは思うんですが、3人の方々にそれぞれ自説を展開していただきたい。そこから我々はこんな発想があるんだってことをまた受け取りたい。その上でパネラーの方々にこのおもろいディスカッションをしていただきたいなと思っております。本日で最後になりますが、十分皆さんお楽しみいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。